どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、ジョーズフィギュアコレクション、ネットで注文してたのが届いたんで、見ていきたいと思います。あのね、人気があるのかすぐにね売り切れてましたね。カプセルの色が緑、黄色、青、赤の4色となってます。それでは1個目、赤色のカプセルから見ていきますね。パカッと開けて、はい、中にこちらが入ってました。何かわかんない。ガイドブック見ていきます。タカラトミーアーツ、ジョーズフィギュアコレクション、ラインナップは全4種類です。対象年齢がなんとね、15歳以上と、結構高めですよね。刺激が強いフィギュアになってるのかな。はい、1番、恐怖の始まり。2番、海の中から口が稼働って書いてますね。1番と2番を合わせて映画ポスターのイメージにできるようです。あ、なるほど。これセットで飾ったらいいんだ。で、3番、最後の対決。あ、映画の中のワンシーンと同じですよね。多分ね、ボンベはサメの口に取り付けてくださいって書いてますね。で、最後、4番、巨大ザメ。4番がやっぱりみんな欲しいんじゃないですか。ボンベ付きとなってますね。ではね、中に入ってたのね、袋から取り出しまして、で、これはですね、1番の恐怖の始まりが、出てきましたね。はい、こちら背びれパーツを、これ溝があるんで、ここに差し込みます。はい、これで組み立て完成です。恐怖の始まり。男性がね、泳いでる。クロールで泳いでるのかな？で、髪の毛、ロン毛ですよ。サーファーっぽい。サーファーかな？ね、めっちゃなんかかっこよく泳いでるね。で、その後ろからサメがね、こう襲いかかる前なんですけど、こう背びれが見えてて、いやーすごいね、本当にこの恐怖の始まりっていうね、あのぴったりな、名前ですよね。で、この波しぶきのところはちょっと白っぽい塗装になってて、いやーよくできてますね、これ。男性の顔の部分、目とかね、口のところちょっとペイントして欲しかった。で、気になるのはね、ちょっとね、海パン履いてないように見えちゃうんだよね、これ。ちょっとね、胴がめっちゃ長いな。はい、で、下から見ると、まあ、特に何もないですね、これね。はい、こんな感じです。いや、これ面白いね。これね、サメが気になる前に、この男性の方がめっちゃ気になる。次はね、青色のカプセル見ていきます。パカッと開けて。はい、出てきたのはこちら2番の海の中からっていうのがね、出てきました。なんだろう、この青色の、なんだろう、このクリアパーツが入ってるんですけど、これ組み立てタイプになってて、はい、こうかな。はい、バチッと、組み立てて、おー、なんかすごいね。パイプをね、ちょっと半分にカットしたような形ですね、これね。で、あとね、サメの頭の部分が、入ってて、これはなんとね、口が開閉するようになってて、いや、これ、形めちゃめちゃいい。頭の形めっちゃ迫力ありますね。で、こう歯がね、並んでて、いや、口の中も真っ赤っかですよ。いやー、なんか凶暴な感じめっちゃする。で、この、つぶらな瞳ね。つぶらな瞳かっこいいですよね。で、ちょっと頭のところボコボコっとね、した形になってますね。で、くるっと回して、後ろにはこの穴ポコがあるんですけど、これ指を入れるやつかな？じゃないですよね。多分違うと思います。で、アニアのホホジロザメと大きさを比べると、はい、こんな感じ。だいぶね、頭のサイズ、おっきい。これはすごい。これに体があったら、ね、かなり大きめのフィギュアが完成しそうですね。で、このサメの頭ね、この中にセットします。で、さっきご紹介した1番の恐怖の始まりを、この上にセットして飾ったらいいようですね。これすごいですよ。この横から見るとね、あの映画のポスターと同じような感じに見えるっていう。いや、これ面白いですね。映画のポスターはね、ここにね、ジョーズって書いてあったんですけど、まあそのプレートみたいなのもね、せっかくだからね、あったらよかったんですけど。いや、これ面白い。3個目は黄色のカプセル見ていきます。パカッと開けて。あ、これもなんか組み立てタイプですね。ライフルを持った小さい人がいてます。こちらを差し込んで、で、男性のところ穴ポコがあるんで、この突起の部分差し込みます。この下にこちらのパーツを差し込んで、はい。で、このサメの周りにですね、こちらの青色の、クリアパーツをセットして、で、最後この柱ですね、を斜めにこちら台座の方にセットします。組み立てれました。こちら3番の最後の対決になりますね。海の中からジョーズ、サメがね、こう出てるんですけど、口の中にはボンベがセットされてますね。で、またこのね、サメの周りのこの波しぶきがね、
かっこいいな。で、この倒れかけの柱には男性が、こう乗ってるんですけど、銃をね持ってますね。で、すごいめっちゃ狙ってるめちゃめちゃ狙ってる、かっこいいね。で、このサメの口の中に入ってるボンベをねこう狙ってるんですけど、この危機迫る感じがね、この小さいフィギュアでよく再現されてますよね。このサメのクオリティも高いけど、この、倒れかけの柱に乗ってるこの男性ね、このポーズもめっちゃ決まっててね、本当にかっこいいですね。最後、緑色のカプセル見ていきます。よいしょ。組み立てタイプですね。背びれが上になるようにして、で、後ろの方をセットして、で、下かな、はい、下をバチで、頭パーツを差し込みます。硬い硬い、入った入った入った。組み立てれました。こちら4番の巨大ザメですね。あと、ボンベがついてます。で、これね、サイズなんですけど、さっき測ったら全長約ね、10.5 センチありました。アニやホホジロザメと比べるとこんな感じで、まあ、あんまりね、サイズ変わんないんですよ。アニやのホホジロザメと。幅とかはね、同じぐらいだと思いますね。はい、前から見るとこんな感じです。いや、すごい。ガチャのフィギュアとしてはかなりね、サイズ大きくて、迫力ありますね。こちらの巨大ザメ、グレーカラーになってまして、で、さっきの頭セットしたんで、これね、動かせるようになってます。で、目がクリクリの目ですね。いや、このね、上顎のね、歯が見えてるのが、すごいなんかやんちゃな感じしますよね。で、口開閉するようになってて、で、口の中、真っ赤っかですよ。いやー、なんかすごい凶暴な感じしますよね。はい。で、横エラがあって、背びれですね。で、この胸びれの形とかもね、非常によくできてますね。ただ残念ながら稼働はしませんね。はい。で、後ろの尾の部分ですね。ここが、こう左右に稼働するようになってます。セットで入ってたボンベがこちらですね。シルバーカラーになっててね、ちょっとした柄なんかも入ってて、可愛らしいですね。で、このボンベを口に加えさせます。口に加えさせます。はい、こんな感じで口に加えさせて、こう映画と同じような感じでね、こう飾ることができるようになってますね。で、パーツはね、合体させたところね、この、隙間がちょっと気にはなりますけど、サイズが大きくてね、いや、個人的にはこの、サメの頭の形がめちゃめちゃ気に入ってますね。うん、かなり迫力のあるね、作りになってて、かっこいいです。こちら、ジョーズフィギュアコレクション、全4種類ご紹介したんですけど、いや、あのね、正直この1番は、ちょっとがっかり、いや、クオリティはかなり高いけど、他の3種類と比べちゃうと、ちょっとね、がっかりされる方もいらっしゃるかもしれないけど、2番と一緒に飾ると、映画ポスターと同じ感じでね、こう飾ることができるんで、いや、もうジョーズ好きな方にはこれテンション上がるんじゃないですかね。いや、僕もね、最後にジョーズ見たんかなり前なんで、もう正直ちょっとね、忘れちゃってはいるんだけど、で、3番のね、最後の対決、もうね、はっきりとは覚えてないけど、こんなシーンだったなーってね、こう思い出せるぐらい、本当にね、クオリティの高いね、仕上がりになってましたね。で、最後ね、4番の巨大ザメ、アニア級のサイズに、あと、小さいね、ボンベもついてるんで、いや、これいいですよね。いや、本当にね、4種類ともね、楽しめるフィギュアになってて、いや、テンション上がりましたね。いや、この商品ね、多分ね、人気高いと思うから、すぐになくなると思うんで、まあ、どこかでね、見かけましたら、よかったらぜひね、回してみてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。